はい、こんにちは、ミーポスの菅沢です。そんな感じで今回なんですけれども、 G マーチ合格の真実というところでね、動画やっていこうかなと思います。今この時期新学期始まって、それこそまあ受験ね、志す方多いかなって思うんですけれども、まあ、なんとなく G マーチ行きたいな、そうね、思ってる受験生多いんじゃないでしょうか。まあ、実際にまあ、いろいろね、講師の方とか、それこそ卒業した生徒の話とか聞くと、まあ自称進学校結構ね、G マーチ甘く見てるなって人がね、多いなと思います。まあ、現時点でとりあえず、なんとなく G マーチって考えてる人は、この動画最後まで見ていただいて、そこの、まあ、闇というかね、本当のこと、ね、G マーチってどれぐらい厳しいのか、そこをお話しさせていただきますので、ぜひともね、注意喚起でもあり、しっかり自分のね、ことを無知打ってもらう感覚で見てもらえるとすごい嬉しいなと思います。最後までご覧ください。どうぞ。そんな感じでね、早速動画やっていこうかなと思うんですけれども、まず3つね、テーマがありますとね、ドンというところで見てもらえればわかるんですけれども、実際に、この順で説明させていただきますと。で、1つ目なんですけれども、まあ、ネットに転がってるデータの罠というところでちょっといろいろと見ていこうかなと思うんですけど、このね、ちょっとデータ見てほしいかなと思うんですけれども、これ東進ハイスクールさんの資料になってくるかなと思うんですけれども、これまあ、難関大学の受験者、まあ、実際にまあ、難関大っていうと、まあ、宮廷大、東工大、一橋、まあ、そして総計、の、ここに受かった高校生の3年間の総学習時間について、まあ、出されたね、グラフかなと思うんですけれども、まあ、これね、現役合格者と現役不合格者、まあ、比較したグラフなんですけれども、高校3年生の現役合格者の総勉強時間は2256時間で、不合格との差は152時間あるんですね。うん、まあ、難関大学、それこそ宮廷とか、まあ、それこそ東大とか、京大とか、ね、総計の勉強時間が2256時間だったならば、G マーチ合格者ってそれこそ1800時間とか、ね、1900時間とか、それぐらいでいいんじゃないのって思うね、受験生いるかなって思うんですけど、結構、それって、まあ、早計な考えかなと思っていて、なんでかっていうと、まあ、難関大学受験者の多くって高校1年生とか2年生とか、もしくはね、それよりさらに前、それこそ高校受験の時にもう基礎あらかた完璧できてるんですよね。まあ、それこそ下積みがある場合が多いんですよね。まあ、この層の大体その宮廷とか、それこそ早計、東大に受かる受験生ってもうほぼほぼ60、偏差値60後半、偏差値70、それぐらいのやっぱ高校生が多いわけですから、そこと基準にして話をするとちょっとややこしくなってくるんですよね。まあ、例えばなんですけど、それこそ偏差値40、50、60ぐらいの高校から実際に逆転合格して難関大学、それこそ G マーチ目指されている方が、方はやっぱその平均よりもスタートラインが低いので、そう考えた時にここのまあ当身のデータとか、それこそ YouTuber の方、それこそね、今現役大学生で YouTuber の方いらっしゃると思いますし、それこそネットの方でね、いろいろと情報が載ってるかなって思うんですけど、まず前提条件が違う状態で話しているのに、そこを鵜呑みにするのは大変危険かなと僕は思ってます。なので、まあ、ぜひとも、ね、これから G マーチ受験考えてる方は、なんとなく自分でもいけそうだからではなくて、しっかり今の現状を見極めた上で、どれぐらい勉強時間が必要なのか。うん。それもそうですし、ね、あの人がこれぐらい勉強時間取ってたから、私もこれぐらい勉強時間取ろうではないんですよね。ね、今足りないところを埋めるのが成績向上に欠かせないことですから、ね、絶対に誰かの情報を鵜呑みにするのは良くない。ね、前提条件が違うわけですから、そこはちょっと間違ってるかなと思いますので、気をつけてください。じゃあもしかするとここで、いや本当にどれぐらい勉強時間取ったらいいのって思われるじゃないですか。で、そこをちょっと解説していこうかなと思うので、次の話に移ります。正直ね、結論、まあ、人に応じて変わるんですよ。まあ、これはちょっと先ほどと重複した内容になってしまうかなって思うんですけれども、G マーチ合格者の平均勉強時間はね、まあ、大体1800から2000時間が相場だよねと、まあ、あると。ね、もし4月から勉強を始めるとすると1日6時間くらいだよねというところですけど、これってあくまでも偏差値65から偏差値70ぐらいの受験生の場合なんですよね。他の動画でもお話ししてるんですけど、明治大学とかマーチとかって基本ボリューム層は偏差値65後半から偏差値70の受験生が入る大学ですからね。うん、そう考えた時に、まあ、なかなかそこの受験生と同じことをやっていては、偏差値40、50、60の受験生はなかなか難しいと。ここはしっかり頭の中に入れてほしいなと思います。それこそ先ほど言ったように偏差値40とか50とか、そういうレベルから、まあ、逆転合格、G マーチに逆転合格目指される方は、まあ、そういう人たちに追いついていかないといけないので、もう早急にね、中学、高校の基礎内容は全て完璧にする必要がありますし、まあ、大体復習にかかる時間は200時間ね。まあ、従って例えば1年間で、200時間ね、大体1日7時間弱の勉強時間が必要になってくるわけじゃないですか。そうは言っても明日から勉強時間7時間取れるかって言われるとそれは難しいわけであって、
ね、逆転合格狙う人のほとんどがやっぱりなかなか勉強時間取れない受験生だったわけですから、それこそ勉強時間たくさん取ってるつもりでも集中できてるかって言われると、またそこもねちょっと派手なになってしまう受験生も多いと思いますので、まあ、なかなかね2000時間を取ったから合格するとは言い切れないのがやはり数字の難しいところなのかなと思いますね。はい、なので2000時間はあくまで目安ね、2000時間はあくまで目安なんですけれども、本当に0から30、40、まあ、ちょっとある50ぐらいから目指されるときに、まあ、よくよく考えないといけないのは、みんながやってるからそこを参考にするっていうのは間違いであるよというとか、ね、YouTuber が言ってるからとか、ね、サイトに書いてあるからではなくて、そうじゃなくて、しっかり今自分に何が必要で、あと何をやらないといけなくて、どういう計画で進まないといけなくてっていうのが考えてないと、なかなか G マーチっていうのは厳しいよっていうところは言っておきたいなと思います。正直なかなかやっぱ逆転合格狙う方だとほとんど勉強習慣身についてない方が多かったりしますので、それこそ勉強時間がね集中できてなかったりってこともあるわけじゃないですか。ってことを考えた時になかなかその1日7時間からやっぱ8時間机に向かわなければ合格難しいのかなと思っていて、ただまあそれでも学校がありますから、そう考えた時にやっぱ休日は12時間ぐらい勉強しないと、まあ G マーチに近づくことはちょっと難しいんじゃないかなとは思います。まあちょっと以上の数字を踏まえた時に、まあ週60時間の勉強だとしたら、まあ1年間52週なのでやっぱ3000時間必要になってくるのかなとは思いますが、これもあくまでも数字としての目安ですので、まあ、参考程度に、してほしいかなとは思います。ただやっぱ1800時間とか2000時間では、まあ、なかなか偏差値30、40、50の生徒は厳しいかなと思います。もっともっと勉強時間が必要になってくると思うので、そこに向けて勉強する必要はあるかなとは思います。ただ、まあ、ここまで厳しい話してきましたけれども、まあ、正直皆さんに合格する可能性はあって、別に可能性がゼロだよって言ってるわけではないんですよ。ただやっぱ可能性はあるにはあるんだけれども、そこの可能性を高くする、つまり蓋然性を高くするっていうことを考えたときに、現状だと厳しい受験生が多い。蓋然性ってのはその可能性、高い可能性ってことですね。80%、100% ぐらいの可能性のことを蓋然性っていうわけですね。はい、まあその蓋然性が高いかと言われると厳しい受験生が多いので、そう考えた時にちょっと息打つような感じで動画にさせていただきましたよというところですね。正直今この時点で4月とか、まあもう英単語をしっかり完璧になってないといけないかなと僕は思ってますね。まあ完璧とは言わず、まあそこまでね、それなりに頭の中に入っていないと厳しいかなと考えてます。YouTube の情報とか、サイトの情報、まあ確かに信じたくなるのはわかるんですけれども、やっぱそれが皆さん一人一人に正しい情報かと言われると、やっぱそこはちょっと難しいところがあるんじゃないかなと思ってますので、あまり鵜呑みにしすぎないように頑張ってほしいかなと思います。G マーチ難しい大学ではありますので、ぜひともね、気を引き締めて、勉強頑張ってほしいかなと思いますね。そんな感じです。今回はありがとうございました。他の動画も見てください。少しでも明治大学に合格したい方はですね、メイパスの無料受験相談応募いただくとか、2週間無料体験申し込みいただければなと思います。実際にね、明治大学に受かる方法とか、メイパスとはどんなサービスかとか、自学自習をね、効率的に行う方法をね、解説ねさせていただきますので、ご相談いただけたらなと思いますね。またですね、メイパスはですね、今公式 LINE でですね、明治大学合格診断というのを行っておりますね。明治大学合格診断で皆さんの明治大学合格割合が分かります、参考にしてほしいかなと思いますね。概要欄とコメント欄に入れておきますので、タップしてしっかり自分の合格割合がどれくらいか見てもらえたらなと思いますね。それではね、こんな感じで終わりにしたいかなと思います。コメント欄でご質問とか受け付けております。すべて、ね、僕の方でコメントさせていただきます。最後までご覧ください。ありがとうございました。そんな感じで他の動画を見てください。ありがとうございました。